こんにちは、キッドグループチャンネルピアノ演奏担当、さくらんぼちゃんです。最近コロナ感染拡大の影響により全国各地に生活苦を理由にした特殊詐欺などが増えていますね。それらの動機が身勝手なのは当然であり、皆さんにも十分に被害に遭わないようにお気をつけていただきたいのですが、今回はそういったニュースの中で一つ気になるニュースがありましたので、それについて思うことをお話ししていきたいと思います。先日愛知県で開かれた野外の音楽フェスティバルで、感染防止対策が不十分のまま酒の提供も行われたそうです。愛知県の大村知事は、主催した会社の代表取締役が31日に県庁を訪れ、酒を売らなければ損失をかぶることになり、県の要請は認識していたが売らざるを得なかったなどと釈明したと明らかにしました。このフェス自体は先月29日に行われたものですが、この代表取締役は先月31日に県庁を訪れ、酒を提供したことについてこのように述べたといいます。仕入れたうちの半分はキャンセルしたが、残りは買い取ったものだった。売らなければ損失をかぶることになり、県から提供を自粛するよう強い要請があることは認識していたが売らざるを得なかったとのことでした。損失になったら困る。確かにおっしゃる通りです。今このような問題を抱えている方が全国にどれほどいらっしゃることでしょうか。損失になったら困るから酒類を提供した、これは詐欺をして相手を困らせたわけではないから、果たして正しいことでしょうか。皆さん同じこの苦しい状況の中で頑張っています。もしこういったルールを破る方々が増えて感染が拡大し医療崩壊に結びつけば、医療従事者の方も含めどれだけ多くの方々に迷惑がかかることでしょうか。この主催者は人に迷惑をかけてないつもりでも大変身勝手な考えをしていると思います。どうか一刻も早くこの状況から抜け出せることを信じて、私たちが今できる目の前のことから一つ一つ始めていければいいかなというふうに思います。音楽家も今大変コロナの影響で厳しい状況にいます。今まで普通に行えていたコンサートもコロナの影響でほとんど会場を使用することが中止となり、皆さんに演奏を生でお届けする機会がぐんと減ってしまいました。しかしそんな中でも演奏をご提供できる YouTube といったツールを活かして、私たちも今できる最大限のことをして、皆さんに素敵な演奏をご提供していければいいなというふうに思っています。この状況から抜け出せる日が来ることを信じて、今は苦しい状況ですが少しずつ乗り越えていきましょう。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。